アルパカ？あ、オウム、オウム普通にいるやん。オウム多いよ。え、オウムってちょっと飛んでいかないの？なんか繋いでる。あ、本当だ。さすがに繋いでる。例のオウム飛び回ってたら怖いよ。いや、逃げるだろ、そりゃ。足かせあんじゃん。めっちゃ取ろうとしてんだけど。俺らが何をしたって言うんだ。軽犯罪コース持ってこい。軽犯罪コースだ。軽犯罪コース横にあるよ。カラフルうどん。カラフルうどん。カラフルうどんでございます。俺らも半身に乗りてぇよ。お、これはあるよ、あるよ。お、すげえ、びっくりした。お、でかっ。神でかっ。これ浦島太郎とかでよく見るやつ。カメってさ、甲羅すげえなと思ってたけどもさ、これもうさ、パンチ通る気がしないね。俺らの拳がやれるよ。これさ、武器を使ったとしても勝ち終わるの結構きついよ。カーンだろ。これ手構えたら終わりだな、しかも。持ってかれるよ。結構強そう。指の2、3本持ってかれそう。でもカメもいるってすごいね。ハエが止まっても気づかないっていう。すごい疲れそう。でも、お前さ、餌のとこいるんだよね。なんでそこ移動しない。餌引っ張られてるよ。これゾウガメ？あ、これ書いたんじゃん。アルダブダブラゾウガメ。わからんかった。万年くん60歳以上だって。寒い日はお部屋にぬくぬくしていますが、暖かい日は部屋を飛び出して日向ぼっこ。欲しいな。これだ。お、泣いた。餌の場所がなんか今ミシミシ言っとるんだけど。先に餌の場所が行きそうだよね。今月の万年くん体重は136キロって。重っ。おい、上乗れて死んじゃうよ。俺も乗られたら複雑骨折で済まないんだけど、もげるんだけど。でけえ。そのまま鎧にできそうだもん、コーラが。じゃあ鎧にしたらクソ重すぎて動けない。何、お前は餌の場所でも探してんのか。あいつよくできてるはずのさ、あの餌のやつがミシミシっていう時点でさ、ダメージ受けていいよね。なんでそこで食うの餌。もうちょい後ろ下がりなさいよ。違うね、バックできないんだよ。おおお。よしだ、発見。なんで俺マークされたの。これ餌か。マジで餌としてマークされてる。マジで生きとるやん。じゃあこっち見てみ。お、すげえ。ここから覗くのが一番いいかもね。あ、もうちょっと。さあ、これ見てみ。このさ、これさ、顔硬そうじゃん。首んとこ見てみ、首んとこ。ここからだと見やすいかもしれない。下からだけど、これどうなってんだろうね、これシワのあるのは。硬いのか柔らかいのか分からない。一応柔らかいんじゃない。てっぺんだけ硬いんじゃない。金、じゃなかったら曲がんないでしょ。なんかさ、靴に入ってる紙袋あんじゃん、紙をもしゃもしゃしてるやつ。俺がよく折ってるやつね、あれみたいに。結構伸びんだよね、首。意外と。やべ、これきつい。ここ首も伸ばすのきつい。戻そっかな。いや、限界を目指してみよう。手は収納。おお。はい、ハンドル切りますよ。右折です。なんかさ、なんかこいつ自身の重さがありすぎてさ、俺が上に乗っても普通にこいつ歩けてそう。ありえる。いや、でも 1.5 倍はきついんじゃね。どうだろうね。ワオワオかって言って何があるの。ワオキツネザルってことじゃない。ライブファースもあるよ。あ、ほんとだ。ひよこ行きたいな。ひよこ行く。行くか、ひよこ。じゃあその前に恒例の、はい、やっとできました、星野さん。アルパカです。
ようこそジャパリクイーン。どうぞどうぞ。なんか飲む？アイスコーヒーいただこうかな。アイスコーヒーしかなかったけど。なんか飲む。チビスモールアルパカ。カンガルーもいいんじゃん。すげえな。すごいよね。動物園も力を入れていたんだ。おう。